こんにちは、カーピです。この動画では石橋貴明セレクション、この登場選手各球団12名を予想していきたいと思います。いや、びっくりしましたね。貴さんセレクション、プロスピユーザー8億人が同じことを思ったんじゃないかなと。はい、こちら昨日のゲーム内のお知らせなんですけど、貴さんが NPB 所属の選手からキャリアハイの成績をもとに12名を選出しますと書かれています。そして選ばれた選手たちはその当時の成績に基づいた能力でゲーム内に登場すると。これそのまんま言葉通りに受け取ると現役選手の TS ですね。いわゆる去年のダルサンセレクション方式、それと同じなのかなと。そうなると心配になるのがルーキーとか過去にキャリアハイと言える成績がない選手は登場しないというふうにも読み取れると。阪神佐藤選手、広島栗林選手、オリックス宮城選手、横浜オースティン選手、こういった選手たちは登場しないかもなっていうところですね。実際そうならちょっと残念かもしれません。はい、というわけで貴さんセレクションの登場選手予想ガラッと変えないといけないんで、各球団の候補選手を新たに洗って最後に12選手ラインナップ予想をやっていきます。原則的にはエキサイティング TS とは被らない方向でいきたいと思います。では行きましょう。巨人からいきましょう。はい、今回の予想は貴さんが選びそうな選手を考えるってことが大事ですね。なのでテレビで絡みのある選手、仲のいい選手、そういった予想を考えていきたいですね。となると巨人は野手の筆頭は坂本選手、投手なら菅野選手が気になりますね。巨人の選手ってメディアとの付き合いも多いと思うんで、貴さんと仲のいい選手も多いと思うんですが、その中でやっぱり主力のこの2人、貴さん的にも選びやすいんじゃないかなと。もっと遡ってチョイスするなら野手で亀井選手、投手で内海選手かな。阪神、貴さんときたらこの人って選手がいますね。はい、原口選手ですね。帝京高校卒ってことで候補にしないわけにはいきません。能力面を考えれば藤浪選手とか桑原選手とか、いわゆる TS っぽい選手を選んでくる線もありそうですね。中日はそうですね、そこまでメディアで絡んでる人がないんですよね。そうなるとまあゴリゴリ主力の選手とか、いわゆる TS っぽい選手ってことで選んでいこうかなと。現主力の選手では大島選手、大野選手をチョイスしました。はい、今能力が落ちてしまってる選手としては平田選手、田島選手、岡田選手、こういったところでしょうか。横浜、はい、横浜は超有力候補がいますね。帝京高校 OB 山崎選手ですね。はい、正直に山崎さんが来るのか、それとも裏をかいて他の選手が来るのか。裏かいてくるなら宮崎選手はエキサイティングマン出てるんで、かぶせてくるかどうかっていうと疑問が残りますね。東選手とかどうでしょうね、怪我からの復活記念でみたいな感じであるんじゃないでしょうか。広島、広島ももうこの人かなって人がいますね。はい、鈴木誠也選手ですね。二松学舎鈴木選手、来そうな気しかしません。キャリアハイ成績どの年度が選ばれるかなんですけど、2016か2019か、どっち選んでもミスフル同値なんですよね。はい、登場したら大変なことになりそうだ。誠也さんじゃなかったら丸選手、田中選手、投手も候補たくさんいますね。ヤクルト、ヤクルトで貴さんといったらもう山田選手ですよね。はい、そこはどうしても連想しちゃうんですけど、山田選手はエキサイティングマンが出てるってのがネックですね。まあもちろん被せて登場する可能性も考えますけど、原則的には被りは避けてくるんじゃないでしょうか。となると他に候補になるのは青木選手、雄平選手、投手なら小川選手とか石川選手も気になるかな。パリーグ行きましょう。ソフトバンク、ソフトバンクといったらもう帝京魂中村選手かギータさんじゃないですか。はい、十中八九この2人かなと。投手なら和田さんとか気になりますけどね。中村選手が本命、対抗でギータさん、そして和田選手って感じでしょうか。ロッテ、ロッテが一番難しいですね。はい、メディアで絡んでる選手があんまりいない印象で、かつ帝京 OB もいないとなると普通に TS 予想する感じになっちゃいますね。はい、タカさんも野球好きでよく知ってる方だと思うんで、ちょっとマニアックなところから選んでくるケースもあると思うんですよね。例えば荻野選手の1年目とか、あの死ぬほど早かった荻野選手ですね。選ばれる可能性あるんじゃないでしょうか。西武、西武ではやっぱりメディアで絡んでる選手が気になりますね。中村選手、山川選手、森選手、特にこの3選手でしょうか。中でも森選手は気になっていて、というのも TS 三段で阿部選手出ましたよね。あれはセレクションで森さん出すことが決まってたからなんじゃないかなと。森さんの後に阿部さんだと能力被るし、スピード下がるし、ガチャ回してもらえる回数が減ると考えたんじゃないですかね。ってことで森選手が怪しい。楽天なら筆頭候補はマー君ですね。ただマー君通常版が強いし、あんまり旨味がないと思うんですよね。
そこで気になってるのが美馬選手ですね。2017番なんですけど、これがセレクションになると能力プラス1になって球威制球80度落ちが狙えると。もちろんタカさんはプロスペースユーザーではないと思いますし、ここまで考えないと思いますが、運営からの進言もあると思うんですよね。日本ハム、はい、日本ハムならこの2人、中田選手と杉谷選手、この2人のどちらかじゃないかなと思いますね。中田選手、2013年の能力見てみたいですね。3割打った年ですね。この年ならミパエ同期もワンチャンあるでしょう。この2人を外すなら近藤選手とか、はい、この年ならプラス1でミートですいけますね。斉藤佑樹選手もワンチャンあるかなと。オリックスはそうですね、メディアに露出がある選手となると糸井さんとか金子選手ですかね。オリックスは今年新戦力の台頭がすごくて、宮城選手とか杉本選手とか、はい、登場期待している方も多いと思うんですけど、その辺本当にどうなんでしょうね。もちろん高さんセレクションで登場しないと決まったわけではないので、全ては発表待ちですね。というわけで12球団の高さんセレクション候補選手でした。じゃあ最後に12球団ラインナップ予想発表しましょう。当チャンネルはこう考えました。どうぞ。はい、どんなもんでしょうか。高さんらしさってところは重視したつもりです。はい、各球団高さんが選びそうな選手を正直にピックアップした感じですね。ソフトバンク中村選手、西武森選手、楽天マー君、日ハム中田選手、巨人坂本選手、阪神原口選手、横浜山崎選手、広島鈴木選手、この辺は思いっきり正直に高さんが選びそうってところで挙げました。ヤクルトは山田選手と言いたいところなんですけど、エキサイティングと被るっていう点で気になっちゃいましたね。一番自信があるのは森友哉選手ですね。はい、 TS 三段で阿部選手が来てるのがセレクションで森さん出す前兆だったのかなと思ってますね。仮に1段で来なくても2段は来るんじゃないかとも思いますね。特に難しかったのは中日、ロッテ、この2球団ですね。ここはもう完全に勘ですね。ふわっと予想してるかもしれません。といった感じです。はい、皆さんは高さんセレクションどんな選手を予想するでしょうか。ぜひコメント欄に書いていってください。以上